ピンキーやオキは日本のミュージシャン、歌手。ザ・ガントム・ギフトのリードボーカルを務めていたことで知られる。大の愛病家である。1974年、ザ・ドアーズのファースト。アルバム、ハートに火をつけてお聴き、強烈な感銘を受ける。1977年、愛知県立とヨハシ東高等学校入学。現、映画監督。 そのコーンらとアマチュアロックバンド結成。当時のレパートリーは、ストラングラーズや頭脳警察のコピーが目立つ。アルチュール・ランボー、ボードレール、中原中也、小林秀夫、ダザイ・オサム、ジャックスなどに多大な影響を受ける。1982年、福サ市、米軍横田基地にてリードギターとしてバンド参加。 1983年暮れ、ザ・ファントム・ギフトを結成。ボーカルのほか、作詞・作曲も担当した。ネオ・ジエス・ブームの牽引役として、後世のバンドに多方面にわたり多大な影響を及ぼす。なお、ピンキーやオ木及びザ・ファントム・ギフトに感銘を受けた、ミュージシャン及び音楽評論家として、以下が代表的である。 1986年、多摩美術大学美術学部芸術学科卒業。在学中、太宰治む研究者である奥野竹雄の訓導を受ける。1989年、ザガントムギフト脱退。1990年、後にドラゴンアッシュに加入するババイクサブラとピンキーザクレイジーラブマシンを結成。1991年ビビットサウンドよりアルバム。 ピンキーザ・クレイジー・ラブ・マシンをリリース。パンタイ枠、ピンキーこと、青木くんとは古い付き合いになるが、当時、ネオ GS の仕掛け人、先駆けとしての彼にはとても興味を覚えたものだ。その彼が、ニューグループとして戻ってきた。驚くなかれ、そのサウンドは、黒のポップス、赤の叫び、群生の激しいお叫びの中のジャックスといったものだった。 彼にとってはまだまだ新しい試みは尽きないのかもしれないが、とりあえず、その変身ぶりは、俺を驚愕のカオスの中へ招待してくれた。1992年、ピンクボックスより、ソロアルバム、ピンキー、パンクアローンリリース。1995年、自らのレーベル、サイケ、アップレコーズ設立。1996年、 米国カリフォルニア州サンフランシスコにて海外では、初のライブコンサートに出演。バックのメンバーは、ザ・マミスのドラムズ、ラッセルクアン、ザ・ファントム・サーファーズのベース、マイケル・ルーカス。1997年、米国カリフォルニア州パロアルト出身のガールズバンド、ザ・ドナズの日本コンサートツアー企画、興行を主催。まだ、本国では無名だった、ザ・ドナズの存在を世界に先駆け、 日本でブレイクさせる。後にアトランティックレコードよりメジャーデビュー。2000年、ガレージパンクバンド LA モンスタービオレントのリードシンガーとして、ジェニー・ザ・デシーバー・ロックンロール・ビッチチェ・チェイ・チェサントラックス 7EP をリリース。2001年、米国のラジオ番組 W. アフェミュに LA モンスタービオレントのピンキー・青木として単独制出演。2004年、 米マサチューセッツ州ブライトンに移住。現地にて音楽活動を開始。しかし、病気療養のため2006年帰国。2007年、1991から2007年までの未発表音源集、ババイクさん、長谷川洋平、藤掛正隆在籍時代のザクレイジーラブマシンの未発表曲集、ピンキーやオキ &KNRS、ピンキーやオキファイアエンジン、 L.A. モンスター・ビオレントの未発表曲、未発表テイクも含むソロアルバム、アンノンゴールドマインリリース。パンタ、バキ、秋山勝彦がゲスト参加。2011年、名古屋の某有名パンクバンドに在籍経験を持つ、ミッキーフレッシュ。名古屋の某ゴシックバンドに在籍していた両ょと共に、PRM を結成。精力的なバンド活動を再開。2015年6月12日。 6月14日 NYC でソロライブを決行。テレビ CM その他多数。ありがとうございます。